町の保健室事業っていうのは、病気の診断をしたり治療をしたりっていうものではありません。地域の住民の人たちのための健康支援なんですね。気になること、心配なこと、健康について、そういうふうなことを相談に乗って、少しでもそういう問題を解決していくと、で必要であれば専門の方にご紹介していくというふうな趣旨のものでございます。宮城県の中で第1号の町の保健室の開設がこちら石巻の方でされますこと、心よりお祝い申し上げます。阪神淡路大震災から の復興の過程の中で生まれてきました、一つの事業でございます。いわゆる看護の心の一つですけども、手当てということが、手当てということはやはり寄り添って触って話を聞いてあげる、そういう場所がこういう形で増えるということは非常に喜ばしいことだと思います。町の保健室開所です。どうぞ。ああでも良かったですね。それが分かったって。分かったのね。はい。この地域は仮設も多いし、うんですね、仮設の人もたくさん入ってる地域なんですね。ね、はい、だからまずとりあえず一番最初にここにというふうな形で、あと考えているのは今のところで、まあ目標はこの石巻市内であと7、8カ所で、まあ、できれば全部で10カ所ぐらいをここの中でやっていきたいというふうには考えているんですが、どうですか、石巻だけでなく仙南とかそっちの方はどうですか。もちろんそれもこれからそうですか、はい、徐々に進めていくというふうになります。ぜひですね、仙南の方もよろしくお願いします。